どうもすいません、ダービー強チャレンジトロフィーの結果分析です。1着タイムトゥーヘブン、2着フォルコメン、3着ダーリントンホールでした。ギルデッドミルは本当に状態も良くて、もう手応えよく回ってきてて、あとは外に出せれば良かったんですが、結局は前が詰まって、うちの方に苦しい進路取り、もう踏み遅れみたいになってますので、まあ,あの辺通ってもいいんですけれども、 ただやっぱり2店舗ぐらい速くないと踏み遅れになってしまうんで結局は後方から外回ったたた馬ちで上位争いっていうようよなな形になりましたね逃げたのがリフレームで、まあ、結構逃げそうな馬いたんですがノルカ・ソルカが逃げるかなと思ってたんですがやっぱり大外枠で大外枠からなかなかこのコースって花切りにくいのもありますしノルカ・ソルカ自体もあんまりダッシュが速くなかったので控える形でノルカ・ソルカはもう。 集団から外回るような形で持ち味出なかったんですがリフレイムはですね以前はデビュー当時はですねメリハリの効いた足があって後方から追い込むようなタイプではあったんですけれども、ま、だんだんとスピードタイプによっていって、まあ、今回なんかでも後ろの付け根周りなんかが緩くて踏み込みを流れるような感じなのでやっぱり直線突き放したりだとか後半競馬作っていくだけの能力がないっていうようなところがあってまあ道中に関しては。 1,000m57 秒ジャストですからまあ両馬場発表ではあったんですが雨が残ってる状態でほれうちの方も掘れたりなんかしてましたのでそう考えるとハイペースではありましたしさらにリフレーム自体が後半4コーナー前後から直線引っ張り切れるようなタイプでもないのでそれでやっぱりその逃げ馬が引っ張りきれない分ですね先行馬たちもちょっと頼りない分ですね外回った馬たちが有利な完全な。 中山のマイルでありがちな後方外からの追いい込み競馬ううよなな感じになりましたですからタイム・トゥー・ヘブンが勝ってフォルコメンが2着だったんですが、まあ、この2頭に関しては結局は一番いいポジションから一番いい進路を取れたそれではまった部分もあって例えば他の何頭かも同じような乗り方をしてた場合だと同じような競馬ができてたわけですよね。それぐらいもののすごくその紙一重の 力差のメンバーだったかなっていう,ような印象がありますし例えばダーリントンホールとかグラティアスが「タイム・トゥ・ヘブン・フォール・コメント」一度り進路取り逆だったら着順逆になってたと思いますし、まあ、そういうようなメンバーでもありましたし、まあ、他のギルデッド・ミラーだってあれだけ手応え楽なわけですからもうちょっと後ろから腹くくって外回ってれば全然来てたっていうところもあるんで、まあ、あのギルデッド・ミラーもダーリントンホールも。 グラティアスも今回もそうなんですが結局ある程度ポジション取って競馬できる馬ってなるべくその展開に左右されないようにいいポジションから競馬しようと無難なポジションを取っちゃう傾向にあるんですよねそういうタイプだとこういうような展開入れ替わりの激しい展開になった時にちょっと不利になっちゃうっていう逆にポジション取りを下げる極端な戦法を選択した馬ですねフォルコメンとかタイムトゥヘブン まあ今までその勝ち切れてなかった、なかなか走りも安定しなかった馬たちだからこそジョッキーたちも腹くくれた部分あると思いますしそれがハマって後方から外から勢いよく回ってこれたっていうような感じですねそれでは右の方から一つずついきますフォルコメンフォルコメンに関しては人気薄で2着したわけなんですがまあ、でもレース前にも言ってた通りこの馬は 気象面から力を出せない自滅が多かっただけで能力が高いしかも追い切りの気配も良かったということで、まあ、こ,うこういうあの能力素質は秘めてるんだけれども競馬に行って力を出せない気難しい馬、まあ、結構堀きゅう多いんですけれども、まあ、今回に関してはパドックで見てても歩き方なんか比較的いいですしまあ多少は気難しいとこあったんですけれども、まあ、でも今までと比べるとマシでもありましたし。 まあ馬体もいい能力も感じる馬体、まあ、うまくタメが効いて外から追い込みがはまるような展開でうまくはまったなというような感じはありますねインテンスライトインテンテスライトはまあ大物感はないですし素質的にはそんなには高くないんですけれどもただ今回の仕上がりに関しては本当に素晴らしい出来で馬体バランス動きなんかも素晴らしくて。 まあ一発あるかなっていうのは気配はあったんですがただやっぱりこの前に関しても中断のごちゃごちゃしたバグの中から競馬してで4コーナー直線でスムーズに行かなかったっていうような感じではありますよねですからこの前に関しても後ろから腹くくれて外回ってた場合だと勝ってた可能性もあるわけですよねそれぐらい素晴らしい出来ですしまあ特にこの右回りの16008ぐらいは合うんじゃないかなっていうまでもありますのでまあ今の状態でまた重傷で いいいチャンスがああれば勝つ可能性はあると思いますねタイ,ムトゥーヘブンタイムトゥーヘブンはもっとキレのある動きができてた時もあったんですがまあでもここ最近よりかはやっぱりバランスよくなってきてて、まあ、力強さもついてる馬ではありますので、まあ、そういった意味で能力はありますのであとはそうですねハマるかっていうようなところでどうしてもポジションを取るとですねそんなには 長く足が使えなかったりだとか乗り方が難しい傾向にあるので、まあ、今回ぐらい腹くくって後ろから行ってそれで他が止まるのを待ってみたいなそういうようなやっぱりオーソトンダースっていうようなこういうような競馬がはまったので、まあ、こういうような競馬だとはまる可能性がありますし今までも結構後ろから追い込んではまりそうになってたレースもあったんですよね。たただだりきらなかったっていうだけで まあこの前に関してはこれぐらいの能力はありますのでまああの、まあ、大野騎士も落ち着いて直線勝負結構直線の入り口で先にフォルコメンが追い出して届くかなというような感じになったんですがやっぱり競馬って足の使いどころ一つっていうところで、まあ、今回に関してはタイムトゥーヘイブン大野騎士の方が、まあ、後ろから。 いけたたた分分有利だっっ部ももあるにしても結局足ののの使いどころが上手かったのはタイムトゥヘブン王の機種なんですよねフォルコメンのミルコ・デムロ騎手はちょっと早めに追い出しすぎちゃって、まあ、もうちょっと追い出し我慢しとけばフォルコメンが勝ったかなというような内容なので、まあ、フォルコメンがタイム・トゥ・ヘブンに負けた理由というのはやっぱり追い出しのところっていう部分は大きいんですがただフォルコメンは最近走ってなかったので。 その分信頼できないんですよねですからあの背面を追い出しちゃった部分もあったと思うのでその辺はミルクデムーロキシもあんまり攻められないかなっていうようなところですねボンセルビーソボンセルビーソはまあ、ちょっとやっぱりここに入るとメリハリが足りてないような感じではあるんですがまあ、こういうタイプなのである程度力は出せる仕上がりにはあったかなというようなところですねで、まあそうですね まあ結構入れ替わりの激しい展開だとこの馬よくないですよね前目から有利になだれ込めるような展開だといいんですがちょっとこの馬の欠点あとごちゃごちゃっとしたっていうところもあったかなというような感じですねギルテッドミラーギルテッドミラーはまあ追い切りの気配も良かったですしパドックで見てもバランスがよくてまあ筋量 53kg ですから結構これは面白いんじゃないかなとは思ったんですがただ そもそもとして他の馬たちと力差はほとんどないわけですから他の馬たちもいいところがあって結局はどの馬がいい進路を取れたりだとか自分のいいところを持ち,持ち味を出せるかっていうようなレースだったんですよね。でギルデッド・ミラーに関してはやっぱりポジション取れる分その分ちょっとこの入れ替わりの激しい展開の中で不利が出てしまったっていうところでうちのごちゃごちゃとしたところでうちに。 切れ込むような感じもありましたしちょっと強引なしの踊りなんでスムーズにいってないですよねもう4コーナー直線の入り口でスムーズに外に出せてたら全然バケになってたっていうところなんですけれどもリフレイムリフレイムはまあ最初にも言ったんですがもう後ろの付け根周りの動きなんかが緩くてもう足先にもガッと力が入ってないような状態なのでもう全体的に動きが流れちゃうわけですよねそうなってくるとやっぱりこの距離だとある程度後半 メリハリ効いた2枚越し使うとか難しくなってくるところがありますし、まあ、この感じで言うと距離は1004ぐらいの方が乗りやすいかなっていうふうに思いますね。まあ、それか長いぐらいだったら1002の方が乗りやすいかな。あ、まあ、でも1008とか2000ぐらい逆に距離があって、ワンペースで逃げたりしてな,なだれ込むみたいな、そういうような競馬だと距離は持つ可能性はあるんですけれども、心配機能さえ持てば、 まあただとにかくメリハリが効いてないっていう部分は乗り方が難しくなってくるところがあってまだ前半もう少しゆったりと入れてたら後半だけでもワンペースである程度粘れた可能性はあるんですがまあでも基本やっぱり難しくなってきてますので得意の左回りで1 0 0四とか1,000あたりを狙った方がいいかなっていうような感じはありますね。ザダルはまあちょっと動きが固く見えるタイプで、 まあ、あんまり僕好きなタイプじゃないんですけれども、まあ、ただこんな感じで走ってきてた馬なんで仕上がりとしては良かったかなというふうに思いますね。でそういった中で、まあ、ちょっとやっぱり流れ的にごちゃごちゃっとしたりなんかしてで、まあ、この馬自体58キロとなると、まあ、そんなに器用なタイプでもないですし馬場も響いたかなっていうような、まあ、気持ち的に切れるのが早かったような感じもありましたので。 まあせ,せめてもうちょっとその後ろから外回るみたいなそういうような大胆な形で楽ができてマイペースで競けばできれば58キロも問題なかったのかもしれないんですがまともに競馬してちょっとうまくいかなかった部分もあるかなというような感じがありますね。グラティアス,グラティアスはですねこのまま前の厩舎だとちょっと友とか足に筋肉がつきすぎちゃって友や足に頼るような感じで体全体のバランスが悪かったんですよね。 ただ、旧車が変わってここの宮田旧車はですね、ちょっとまだ旧車力はないんですけれども、ただあの、癖のない感じで作るようなところがあるんで、そういった意味ではグラティアス、バランスの良さっていうところは戻ってきてますので、そういった意味であのすっきりとした、バランスのいいっていうような感じの仕上がりではあったので、その分、乗りやすさは出たというか、効率のいい走りはできるようになってたかなっていうようなところがありますね。 ただあの、ここの宮田厩舎っていうのはまだその底力を上げるとか鍛え上げて強くするっていうことはできない厩舎なので、まあ、これから若い調教師なんで良くなっていけばと思いますね。でその宮田調教師っていうのは本当目利きですごい素質ーがいっぱい入ってますのでそ,その辺目利きっていうい今の。 現時点でも能力の高さはありますのであとは調教する技術っていうところでレベルアップすればいい厩者になるかなっていうふうに思いますね。でグラティアスはバランス良くなってましたのである程度いいポジションから競馬してもですねうまく立ち回れてていいんですがただ今回に関してはある程度いいポジションを取ったがためにもっと後ろから勢いつけて極端な戦法を取った馬たちの方が有利になってたっていうような感じですね。 里のフェイバー里のフェイバーはちょっと元気ないですね。まあ、足とか動きなんかに硬さもありましたし。しまあ、もっと先行していい競馬ができるまでま預、あ、金も良かったので、まで、あ、きの問題、気持ちも切れやすかったっていうような感じではあると思いますね。ダーリントンホールダーリントンホールはまあ、ちょっとその。落ち着いて歩けないところは相変わらずで、もうちょっとスースーと溜めが効くような歩き方できれば乗りやすいんですが。 まあでもあのタ、ー、さえ聞けばっていうような一発はある馬体なんですよね。で中段あたりでなんだかんだ言ってあの周りに馬がいたんで溜めはある程度聞きましたね。であの直線っていうところなんですが、まあ、ち,ょっとちょっとやっぱごちゃごちゃとしてスムーズにいかなかったので、まあ、やっぱ後ろから来た馬たちの方が有利な展開でもあってっていうような感じではありますね。カカイイザザー・ミノルカイザー・ミミノノルルはまあもうちょっっとふっくらして じゃあ欲しいんですすががまままあででも仕上がり良かったと思いますねで、まあ、ちょっとこの馬に関してはもうちょっと綺麗なスピード競馬みたいな感じでパラケル展開で前から抜け出すとかそういう感じが良かったとは思うんですが、まあ、結構ポジションが悪くなってうちの方からまあ、まともに競馬しちゃったなというような感じなので。 ととなると後半の踏ん張りっていうところが、まあ、一瞬はいい競馬したんだけれども最後の踏ん張りが効かなかったっていうところであとはやっぱりもうちょっと楽な競馬ですね後方から外回るような有利な進路を取れてたらもうちょっといい競馬できたんですが結局うちの方でごちゃごちゃっとしたところで競馬したんで馬場もあんま良くないところで競馬したんで今回の展開ではちょっと不利な進路でもあったかなっていうような感じですね。トーラスジェミニ トラスジェミニーは、まあ、最近ではマシのな方かもしれないんですが、まあ、ただいい頃ほどのバネはないのでどうかっていうような感じではあったんですがただ積極的に途中から2番手に行ってっていうような早め早めの競馬したんでこれに関しては結果としてその上位争いしたとかではないんですが原騎手今回に関しては僕は好騎乗したなっていうふうに思いますし、まあ、こういうような騎乗しておけば力のある馬とかだと。 一発狙えるようなあの競馬が閉まるような内容にすることができますし、まあ、今回は本当その結果は出なかったんですけれども、僕は原ラキュよくなよく乗ったなというふうに思いますね。ミッキーブリランテ、ミッキーブリランテはまあ、ちょっとその重いというか動きが鈍いところはあるんですが、ただ 基本パワータイプででででももありますすのでこれぐらいでも力出せるんですよねただあんまり器用なタイプではないのでちょっとポジション悪くなりすぎて外回ってっていうようなところでロスが大きかったですしまあ一瞬のキレとかがそんなにあるわけでもないのでやっぱりポジション取りとかがうまくいってしぶとさを生かすとかそういうような競馬の方が合うかなっていうふうに思いますんで、まあ、ちょっとパンチが足りないっていうような内容にもなったんですがまあ、まあ、例えばあの戦、ー、力こなすようになってますし。 もっとレベルの高いオ l ルジョッキーだったらもうちょっとギアの上がり方は少しは違うと思いますね。インターミッションインターミッションはですねこの馬としては仕上がりだいぶ調子戻ってきたなっていう風に感じたんでいいところあるかと思ったんですがまあさすがにちょっと結構厳しい流れになりましたし後方からうまく手応えよく回ってこれず気持ちが切れたっていうような感じはありますね。カテドラルカテドラルはやっぱり足の筋肉が落ちてますのでもうパドクの時点で。 難しいだろうなっていうような感じはありましたね。ですから、まあ、後方から展開ははまってるんですけれども、伸びずっていうような。スッと直線の入り口で加速が効かなかったっていうところもありますね。ノルカソルカ、カノルカソルカはまあ、仕上がりとしてはこんなもんだと思いますね。もうちょい余裕あってもいいんですけれどもでとにかくまあ、外枠で。 フリーでもありますしダッシュもつかなかったっていうところでまあ外回ってっていうような感じで最後まで足が持たなかったですねまああれぐらい下げるんだったらどうせだったらもっと下げて最後方から追い込むような競馬してみてもよかったかなっていうふうに思いますしその競馬でもある程度は走ると思いますねただやっぱり子供が逃げるかどうかで展開全然違いましたので例えばリフレームとノルカ・ソルカーが逆のポジションでノルカ・ソルカーが引っ張った場合だとここまで 広報外雑誌の展開にはならなかったかもしれないですね。以上です失礼します。